さんこんにちは。陸上自衛隊第一音楽隊です。私たちは練馬区にあります練馬駐屯地から参りました。今年は春らしい過ごしやすい季節が長かったように思いますが、気がつけば6月に入り、つい先ほど関東でも梅雨入りの発表がありました。季節の変わり目、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて本日のランチタイムコンサートは、普段の私たちの演奏スタイルからは少し雰囲気を変えて、金管楽器を中心としたメンバーでお送りいたします。お昼休みのひととき、最後までごゆっくりお楽しみください。それではここで指揮者を紹介いたします。指揮は陸上自衛隊第一音楽隊隊長小川博秀一等陸尉です。そして申し遅れましたが、本日の司会を務めます戸郷美希三等陸曹です。どうぞよろしくお願いいたします。本日のコンサートオープニングを飾りました曲は、毎週日曜日に放送中のドキュメンタリー番組情熱大陸のために葉加瀬太郎さんが作曲したテーマ曲でした。次は2年前に CM ソングとして放送されたのをきっかけに大ヒットいたしました海の声をお送りします。この曲はおなじみとなった携帯電話のテレビコマーシャルの中で、俳優桐谷健太さん演じる浦島太郎が乙姫への思いを歌ったものです。 CM ソングとして作られた曲ではありましたが、好きな人への思いがあふれる歌詞とそれを歌う桐谷健太さんの独特な歌声が注目され、昨年には NHK 紅白歌合戦にも登場するほどの人気となりました。それではお送りします。海の声。
ございました。海の声をお送りしました。次は30代の方々にとっては青春ソングではないでしょうか。ガールズバンドホワイトベリーが歌い大ヒットいたしました夏祭りをお送りします。この曲はもともと今から30年前に結成された音楽バンドジッタリンジンが発表したもので、好きな女の子と夏祭りに出かけ告白することができなかった少年の淡く切ない恋心が描かれています。切ない歌詞とアップテンポのリズムに乗った日本的なメロディーが人気となり、野球の応援歌として使われたり音楽ゲームに使われたりと様々な場面で耳にする曲です。本日はこの曲をここにいる大聴楽隊の隊員一人一人が昔の淡く切ない恋心を思い出しながら演奏いたします。それではお送りします。夏祭り。
初のアカデミー賞ノミネート作品、さらに作曲賞と歌曲賞を受賞するほど劇中の音楽も注目されました。映画の内容に加え美しい音楽の数々も大人気となった理由なのではないでしょうか。そして映画が作られてから26年経った今年4月に実写版が公開され大ヒット上映中ということで今話題の作品です。これからお送りいたしますテーマ曲は魔法によって醜い野獣の姿となった王子とヒロインベルの愛の物語を音楽で表現しており、劇中では2人がこの曲に合わせてダンスを踊る場面が印象的です。それではお送りします。映画美女と野獣よりテーマ曲。映画美女と野獣よりテーマ曲をお送りしました。次は隊員の歌をお送りします。曲は中島みゆきさんの糸です。今から25年前に作られたこの曲はここ数年で再び人気となり、昨年世代を問わず最もカラオケで歌われた曲とも言われています。ちなみに歌詞にある幸せとは幸福幸運という意味ではなく、人と人との巡り合わせや運命を表しているそうで、偶然巡り合った良い運命も悪い運命も全てを幸せと呼ぶという深いメッセージが込められています。皆さんも一度は聞いたことのある曲だと思いますが、馴染みやすい穏やかな曲調と歌われている言葉の力がとても強いことが多くの人々に親しまれている理由なのではないでしょうか。それではお送りします。中島みゆきさんの糸。
昭和を代表する歌姫、美空ひばりさんのヒット曲の中から川の流れのようにをお送りします。1946年に若干9歳でデビューしたひばりさんは、歌や映画を通じて終戦直後の日本を癒し希望を与えました。惜しくも52歳という若さでこの世を去ってしまいましたが、現在も毎年特別番組が組まれたり、多くのアーティストがカバーしたりと、世間の話題から消えることはありません。これからお送りいたします川の流れのようには、ひばりさんの生前最後に発表された曲で、自分の歌で未来の若い世代へメッセージを残したいという思いが込められている一曲です。それではお送りします、川の流れのように。
ありがとうございました。川の流れのようにお送りしました。さて、早いもので次の曲が本日のコンサート最後の曲になりました。最後はガラッと雰囲気を変えてラテン音楽をお送りします。プエルトリコの作曲家ラファエル・エルナンデス作曲エル・クンバンチェロ。このエル・クンバンチェロという曲名ですが、南米にはクンバという口の広い杯があります。エル・クンバンチェロとはそれを叩いてどんちゃん騒ぎする人という意味だそうです。わかりやすく言えば酔っ払いです。私たち音楽隊の中にもお酒を飲む人はたくさんいますが、エル・クンバンチェロは何人かいるようです。この曲は高校野球の応援などでもよく耳にするので、皆さんも一度は聴いたことのある曲だと思います。それではお送りします。本日のコンサート最後の曲、皆さんも一緒に盛り上がりましょう。エル・クンバンチェロ。ありがとうございます。会長、はい、アンコールもいただきましたので、会長もう一曲いかがでしょうか。ありがとうございます。それではアンコールにお答えいたしまして、
最後はアメリカ海兵隊の音楽隊長だったジョン・フィリップス・スーザが作曲した数多くある行進曲の中から最も知られているであろう星条旗よ永遠なれをお送りいたします。本日の演奏、最後までお聴きいただきましてありがとうございました。また皆様とお会いできる日を楽しみにしております。ごきげんよう。さようなら。